いらっしゃいませ。ボーボーマートへようこそ。セブンスターくれ。番号は21だ、21。さっさとよこせ。俺はな、ニコチン依存症なんだよ。よお前ら、俺様だ。最初のね、変なコントは気にしないでください。今回はね、ローソンとパナソニックが共同開発したレジロボットっていうのがね、できたみたいです。まあこれはどういうものかっていうと、まあ要はレジをするロボットですね。まあ要はロボット店員ですね。はい。まあこれをすることによって多分そのコンビニのね、バイトの人を減らせるから、まあコンビニ側としては人件費が削減できるとかそういうメリットがね、あるんでしょうか。まあね、これからの時代はやっぱりロボットがどんどん活躍していく時代だと思うんでね。結構人間の仕事もね、そのロボットにとって変わられる時代だと思うんですね。はい。で、まあ、レジロボットですけどね、レジロボット。うん。俺様がね、たまに行くスーパーには、まあ、ロボットじゃないんですけど、自動レジっていうのがあるんですね。要は自分で、まあ、セルフレジか。セルフガソリンスタンドみたいな感じで、セルフレジがあって、こう自分でね、こう、バーコード、カチカチマークをこう読み取って、ピッピッピーカチャ、はい、1000円が1点、500円が1点、1万円が1点、みたいな感じでやってって、で自分でね、お金を投入して、まあ、買えるっていうところがあるんですね。まあ、最近そういうスーパー増えてると思います。でもね、俺様ね、あんまりね、それ好きじゃないんですよ。まあ、なんでかっていうとね、こう、やっぱり慣れないから、やっぱずっとさ、長年の間、こう、レジっていうのは店員にやってもらうものだったので、どうしてもね、こう、慣れないんですね。だからあんまりね、まあ、あんまりセルフレジっていうのは普及していかないと思うんですね。ただ今回はね、レジロボットですから、まあ、ロボットがちゃんとやってくれるんでね、うん。まあ、ロボットだったらもしかしたらね、こう普及するかもしれないですね。でもセルフレジはね、やめた方がいいと思いますね。うん。まあ、例えばね、夜中のコンビニとかに行くとさ、こう、だいたいその、店員も省電力モードなんですよ。もう一切口も聞かずに、こう黙ってピッピッって言って、1000円、ウィスウィスみたいな感じでやって、まあ、省エネモードですけどね。うん。まあ、ロボットの店員だったらね、まあ、クレームとかももしかしたら減るかもしれませんね。はい。ということでね、今日はレジロボットについての話でした。はい、すごい適当な話ですけどね。それではさよなら、ボーボー。ボーボー、ボーボー、ボーボー。ボーボー、ボーボー、ボーボー。ボーボー、燃やす。